超南パントルは日本の競争は主戦騎手は吉田豊である。2004年7月24日、新潟の新馬戦でデビュー。3番人気から見事勝利を飾る。その後、新潟2歳ステークスで2着、デイリーハイ2歳ステークスでは5着と、ボバ相手にそれなりの構想を見せると、12月の GI 阪神、ジュベナイルフィリーズでは8番人気の低評価を、 覆して上がりサンハロン34秒4の末、足を繰り出し、アンブロワーズ、ラインクラフトらを直線で捉えて、勝利を収める。この結果、2004年度の JRA 賞最優秀2歳頻馬に選出された。明けて2005年は、クイーンカップから始動。2番人気に押されるが12着と大敗。その後頻馬クラシック路線を歩むが、大賀賞は13着。 優秀品馬は7着と不本意な成績に終わった。夏の休養を挟んで、秋初戦は、週刊賞とライアルのシオンステークスに出走。一番人気で2着に入り、2着以内に与えられる週刊賞への優先出走権を獲得。しかし本番では、後方からのレースで見せ場を作れず8着に終わっている。続いて、 コバとの対決、ヒンバ限定の GI エリザベス女王杯は一転して、先行策を取ったが直線に向いてからは伸び足をかき、15着に沈んだ。2006年は、阪神ヒンバステークス、ビクトリアマイルに挑戦するもともに二桁着順であった。その後、約1年の休養の後、2007年の東王寺ステークスに出走。しかし、再位15着に敗れた。その後も、 重症競争に出走をするものの、四戦中二戦が最下位に敗れるなど、GI 馬としての面影を潜めていた。そして、k 成 e 杯オータムハンデキャップで十六着となった後の二千七年九月十五日に、同日付で競争馬登録を抹消したと発表された。二千八年は、北海道ビラトリ町の姿牧場で共用、ブライアンズタイムと交配されたが、2 0 0年の 種付けシーズン終了後に生まれ故郷である白追ファームに戻ることとなった。2014年のニュージーランドトロフィーを湘南アチーブが優勝し、3区の重賞発制覇。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。近親には以下の馬がいる。ありがとうございます。